は、今期からですね、使用されております。こちら横浜武道館での一戦とですね、8番の宿本亮太が今平田とのマッチアップ、後方からペピータのシュート、もう早速という展開になります。あそこ収まっちゃってるね今。なるほど、この位置に起点を作られてしまって。あそうですね、勇気を持って前カットを狙うなり、あるいは狙う素振りだけでもこうもう少し見せたいという、はい、あの希望の選手もおそらく、はい、あの自分の前にフィクション選手立たれると、はい、自陣の方に下がらざるを得なかったりサイドに逃げざるを得なくなるので、うん、なるほど、まあ、確かにかなり真ん中で、ね、こう名古屋のピボが受けるようなシーンが増えています。ここは14番の YCC 小林拓夢がなんとかボールをキープ。非常に体幹も強いですしね、ポテンシャル感じさせる選手ですよね、はい、あともう一つ情報としては、はい、チーム内に勇気が多数いるため相性はあらピボだけどあらなるほどあらあらあらみたいな感じなんでしょうね。そう、あなるほど、そっか、勇気確かにそうですね、野々村勇気もそうですし。さあここは縦突破ありますか。さあ名古屋の右からのキックイン、9番のスパウトのシュート、ただここはね荒川がよく足を閉じてブロックいたしました。あ、コメントでデスクで消音感染ということでですね、うん、あのまだもしかしたらさあただ名古屋が押し込んでいます。しかもかなりねボールを回しながらそのチャンスの内容的にも名古屋大きなチャンス作ってますもんね、なんともね、はいはい、ただ野々村がね、はい、ゴレルの内村と、まあ、球際なんとか最後のところで横浜ディフェンスも体を張っているということです。ただ設楽さん、ここ、とにかく横浜としてはとにかく0対0の時間を少しでも長くするというまず最初のミッションやはりなりますよね。そうですね、あ、いや少し股抜きですが、あただよくカバーリング入りました。カバーしたのは今川崎シュートだったでしょうか。さあ横浜集中してのディフェンスが続きます。パラレルからスパウット切り返して戻してシュートですが、これは中切りみたいな、はい、どっちか限定していかせないと止められなさそうですね。完全な1対1だった、多分ほとんど抜かれそうな、お、どうだ、お、あ、これは徳澤がターンしてチャンスになるが、篠田が前に出てブロック。今横浜ね変わってるボールなんですがしっかりキャッチいたします。ゴレル1番の篠田龍馬。北原さん、あの先ほどですね、うん、少し私気になったんですけど、ペピータが右サイドから八木に当てて、ピボは少しやはりうまくいってない部分もあるんですかね。あっと、いや、いや今のも止めたな、スーパーセーブ思うんですけど、戻ってないですよね、はい、ペピータが。そうですね、そして新しいスマホを購入したらしいんですけど、はい、前回購入したスマホは購入後3秒です、第1ピリオド。あ、これフリーになって、いや、いや、決まりました。今3戦連発、はい、あ、水谷のゴール。ここは前で笠井がカットしてチャンスになるでしょうか。ドリブルで強引に突破してシュート、スパウトか。最後決めたのはスパウト、決まりました。名古屋オーシャン19番のスパウト、来日初ゴールですよね、はい、いや嬉しい嬉しい初ゴールですね、はい、これ。あ、しっかりこう笠井やりきりましたね。そうですね、ボール奪うところからフィニッシュ、はい、あと、はい、あー、ゴール前来ますが、さあこぼれね、ゴール前ペピータ、いやー、野々村ナイスブロック。ペピータが、あ、ここは飛ばそうかというところですが、ここは少し合いません。はい、まあね、はい、あのどこからでも点、まず1点取りたいというところです。さあ、ただペピータが前を向いてシュート、篠田の素晴らしいピュアでのボール、スパウトが収めます。あ、落とします。ここは少し、ね、はい、合いません。こういった細かいところが少しまだスパウトと余裕があります。篠田龍馬止める、はい、さあそしてカウンターになってスパウトがドリブルで運んでですね、これは手がかかってファウルになります。ゴールから 6.5 メートルほどですかね、真正面の非常に絶好の位置でのフリーキック、スパウトとペピータが覗き込んでます。どこを抜いてやろうか、これ何語で喋ってるんですかね。あのスパウトは英語でコミュニケーション取れてたんですけど、はい、ペピータ、はい、英語で喋れるのかな、うん、では合わせて、さあこれは、あ、スパウトのシュートは壁に当たります。ペピータが拾って、あとはこれ来たのです。試合が終了しました。最終的に4対0で名古屋オーシャンズが勝利いたしました。